シオテックワールド by 三菱電機。香港、ヤムチャ文化が絢爛と花開いたこの街には、中国王朝の権力者たちが愛した珍しいお茶が今も宝物のように取引されております。デザスお茶屋さんはここなんだけど、なんか騒がしいぞ。どうしちゃったかな。高いお茶があるからおまわりさんが見張ってる嘘、どうしたんだろう。あ、ここにあったの盗まれたんだ。本当だ。ありゃお茶盗まれたんだ。これきっと古くて高いやつ置いてるから、取って自分で飲むのかもしれないし、売っちゃうのかな。売ってお金にするのかもしれない。そんな人がいるんだ。盗まれたのは80年もののペーチャ。運搬保存に便利なように固められたこれらのお茶は、総称して団茶と呼ばれております。この製法は今から1000年前、宋の時代に始まったもの。時の権力者たちはこの貴重なお茶を競って献上させたのでございます。宝石ではなくお茶を盗む、それほどまでに骨董的価値のあるお茶なのでございますよ。すごい成熟した味がするんですね。想像したより甘いです。一杯のお茶から始まった贅沢への冒険ならば、何としても中国4000年の歴史を飲み干していただきとうございます。有り余る富と想像を絶する欲望が渦巻く王朝絵巻。その頂点に君臨した者たちが求めた贅沢の証、意味なるものを求めてたどり着いた宮廷料理とは。今宵は中国贅沢奇譚をお聞かせいたしましょう。いやー、この間のウーロン茶本当に美味しかったな。一度贅沢を知ると後戻りできない自分が怖いですね。おまけにあの二人は本当に中国まで行っちゃうんだからね。ワンインライペイジン、北京へようこそ。中国4000年の歴史、それは取りも直さず、時の権力者たちが栄養映画を競い、美味なるものを追求した歴史でございます。まずは北京ダックでも召し上がっていただきましょうか。宮廷の贅沢が少しはお分かりいただけるはず。これだけあってでも皮だけしか食べないっていうのは贅沢だよね。随分贅沢ですよね。生態号もね、北京ダック好きだったんです。そうなんですか。北京ダックはリンゴやアンズなど果物の木を燃やして丁寧にローストした香ばしい風味が命。宮廷料理の流れを組む北京料理の中でも、油の乗ったアヒルの皮だけを食すという贅沢な一品でございます。はい、来ました。巻き上がってきましたね。どうもありがとうございます。いただきますか。いただきますか。お味はいかがでございますか。うん、おいしい。このお味噌の甘みとか、今の時代はいいね。あの王様じゃなくてもこういうの食べれる。南北1キロ、部屋数9000、紫禁城は明朝清朝500年にわたり政治の中心として皇帝の強大な権力を象徴してきました。この城に君臨した歴代の権力者の中で、半世紀にわたって中国を支配した唯一の女性、彼女は清朝第9代漢方帝の妃。夫亡き後即位した6歳の我が子の摂政となりました。莫大な国家予算を欲しいままに贅沢の限りを尽くした女帝、その名は清太后。そう、この方ほど食い意地の張った方も珍しゅうございましょう。え、私？はい、清太后様の料理番でございます。そういえばこの北海公園も清太后様の愛された場所でございました。
景色をめでながらお食事をされたことがつい昨日のことのようでございます。聖太后様の召し上がり物はまことに豪華で、一日2回の食事には100皿、残る2回のおやつにも50皿の料理をご用意いたしました。真夜中に突然煮込み料理をお命じになることもあり、かまどの火を絶やしたことはありませんでした。お食事だけではございません。身につけるものもそれは贅沢で、日に何度もお召し替えをされ、その度に全ての装身具をお選びになります。普段身につけられる宝石の数だけでもおよそ3000、尊い位の方だけに許される黄色のチーパオには小鳥の卵ほどの真珠がいくつも飾られておりました。どこへ行く時にも12人の宦官が手に手に香水ブラシなどを持ってお供したものでございます。そうそう、お茶にもことのほかうるそうございました。お茶の器は高価な玉や純金のもの、急須は名品といわれた技巧焼き、茶器の選び方一つにも聖太后様ならではのこだわりがあり、何か粗相があってはと毎日毎日神経のすり減る思いでございました。市の北西部にある岩園は聖太后が1年のほとんどを過ごしたお気に入りの庭園です。広さ290万平方メートルの敷地に広がる湖はなんと人の手で掘られたもの。すごい広いよ。広いなんという透ける感はすごいね。やっぱり古くから歴代皇帝の夏の離宮だった岩園、聖太后は自分の50歳の誕生日を祝うためそこに新たな庭園を作ることを命じました。その費用には海軍の予算が充てられましたが、金額は当時の国家歳入の3分の1、その一部でも海軍に回していれば日清戦争敗戦はなかったとさえ言われています。まだまだございます。聖太后様が生まれ故郷の奉天を訪ねられた時には空前の料理列車が誕生いたしました。16両編成の列車のうち4両は厨房、かまどが50台据えられ、料理人は100人以上。いやもう実に大変なご旅行でした。これはその頃聖太后様が好んで食べた宮廷麺の一つ、呉服麺でございます。呉服とは5種類の具をそれぞれ長寿、繁栄、健康、功徳、大往生に見立てたもの。聖太后様は一つ残らず召し上がられました。なんという食欲、そしてなんという欲望。スープは牧場の鶏、豚骨、ダックを一昼夜かけて煮込んだコクのあるもの。宮廷の厨房では飼育動物である牛を料理に使うことが禁じられているのでございます。麺打ち専門の職人が丹念に打った麺をさっと湯がいてお出しする、聖太后様の愛したつけ麺でございます。え、意外に質素ですって。100皿のほんの一品でございますから。聖太后の豪華な食事を体験してみたいなら、紫禁城のすぐそば北海公園の中にある宝禅飯窓を訪ねてみてはいかがでしょう。ラストエンペラー溥儀を最後に新王朝が滅びた後、贅沢は敵という時代がやってきました。しかしかつての宮廷料理人の技が散逸するのはあまりにもったいないと、1925年この宝禅が作られたのです。清朝乾隆帝の時代に建てられたこの宮殿は、聖太后が遊覧の折立ち寄った場所としても知られるところ。まずは腕利きの料理人たちが再現した聖太后の華麗な点心をご賞味ください。すっごい量ですね、松山さん。いやまあ贅沢の極みですね。聖太后様はそれはそれは食い道楽でございました。お菓子にも大層うるさく、
そうそう、こんな話もございました。ある日のこと、町の方角からドラを叩く賑やかな音が聞こえてまいりました。実はそれはお菓子を売り歩く行商人でした。聖太后様は早速呼び入れると、このユントウジャンを召し上がり、すっかり上機嫌になって、即座にこの行商人を召し抱えられたのです。欲しいものは必ず手に入れるお方でございました。そしてもう一つ、ユエンモンビンというパン。発酵させた小麦粉をこねてごまをかけ、炭火でじっくりと焼き上げる。聖太后様が夢でご覧になって、私どもに作らせた点心でございます。中にひき肉を挟んで召し上がるとき、夢で見たものまでも手に入れるご自分のお力に大層満足されておられるようでした。ちょっとあのごまに見えるの言ってみない？何ですか？よく見てごらん、これアリさんなんですね。これがアリも食べてたんですかね、昔は。だから食べれるアリがあるんでしょう。そうですか。美味しいアリさんなんじゃないでしょうか。じゃあちょっと食べてみますね。いきなりこれを。異色同源の中国では、タンパク質の豊富なアリを薬膳の材料として使っております。お二方の長寿と繁栄を願って。うん、このジャリジャリした感じが好きなのかな、うん、かつ体にいいとかな。うん、ジャリジャリ言いますね。おやつはおしまい。次は聖太后様の晩餐会。もう逃げられませんぞ。聖太后の晩餐会に出かける前に、ちょっと市場を覗いてみましょう。食に対して貪欲な中国、ありとあらゆる食材が並んでいます。何でも新鮮なものがいいんですね。かわいいものがいるよ。うわ、ヘビヘビ。冷え性によく効くというヘビは若い女性に人気。ヘビなんか出さなくていいんですよ。あー、行ってば向かっておりますわ。うわ、柄は綺麗ですね。柄は綺麗。 おじさん落とさないでよ、頼むから。ちょっと先っぽだけ触りたい。すごい圧倒されちゃいますね、これだけあると。本当にお偉い方たちのお考えになることは私どもには想像もつきません。お金のバカバカしい使い方を競うために、なんとろうそくの炎で飯を炊くようにと命じた方もおられたのです。また遠い国からやってきた見たこともない動物や植物は全て料理へと結びつきました。これは200年前の宮廷メニュー、お偉い方々の贅沢と珍味の記録でございます。贅沢といえば、あの聖太后様の長いお爪。あれとても自らの手で何もせずに暮らせるという富の象徴だったのでございますよ。そんな方々の舌を満足させるのですから、私どもの苦労は並大抵のことではございません。しかしその秘伝はこの宝膳で働く100人の料理人たちに受け継がれております。厨房では古い記録をもとに幻の宮廷料理の研究が重ねられているのでございます。あの動物を初めて見たのはいつのことでしたか。背中にコブがある砂漠の生き物、ラクダ。しかし私が内心思っていたことは、どう調理すれば聖太后様がお喜びになるかということでした。選んだのはひづめ。よく動かす場所が一番うまいのです。骨が外れるようになるまで辛抱強く煮込みます。厚さ1センチに切り、このあとピーナッツ油で金色になるまで炒め、さらにスープで煮る。そして完成したのがこれ、ラクダのひづめの蒸し物でございます。どうです、このとろりと輝くゼラチン質の美味しそうなこと。お待たせいたしました。食べてみます
ラクダの足の匂いがしますね。ちょっとラクダの足の匂いしませんか。ラクダの足の匂い嗅いだことあるの。ないですけど。宮廷料理夏の名品は鹿。これはひき肉を使ったハンバーグ。こちらはアキレス腱。アクを取りながら8時間煮込みました。そして中国料理の珍味としておなじみの熊の手。中国では体の弱ったところと同じ部分を食べれば健康が回復すると信じられています。清太后が夫漢方亭以上に政治に腕を振るったのはこの熊料理のおかげかもしれません。すると象の鼻を食せば鼻が効くようになるというわけでしょうか。これは象の鼻の煮物。変わった素材をとびきりの腕で調理する、それが皇帝の贅沢料理。中でも清太后様が好んで召し上がったのがカエル。一度は絶滅したと報じられたカエルが最近中国で発見されました。その名はリンハ。もう二度とお作りすることもないと思っていましたが、ご賞味いただけるとは嬉しゅうございます。本邦初公開。清太后様の愛した幻の料理はジェンチャンワンユエ、題してカエルの月見でございます。そしてリンハーの卵をふんだんに使った喉越しの柔らかなこのスープ、清太后様の大好物でございます。私も清太后の真似をして一匹どれにしようかな。あー食べにくそう。どうやって食べればいいんだろう。ひよこのお菓子を食べるより緊張しますけど。さあ富と権力の象徴を召し上がれ。清太后様のご気分を味わっていただけましたか。そして清太后様が贅沢の果てにたどり着いたのは木の魚。ねえ一体どんな料理だと思います。一度に100皿もの料理を並べた清太后様もお年とともに食欲が落ちてまいりました。時はまさに海外列強国の進出が迫り新王朝に陰りが見え始めた19世紀の終わりのことでございます。女官が料理を運んでも手を振ってお断りになられることが多くなり、お気に入りの京劇役者に見とれ一生懸命作った料理に一別もくれない清太后様。それで私はちょっとしたいたずらを思いつきました。最後の魚料理を木で作ることにしたのです。もちろん打ち首覚悟です。でも最後の最後までお気づきになりませんでしたね。私は本当に寂しい思いがしたのでございます。そして1908年、74歳で清太后様が亡くなった時、私の役目も終わりました。生涯かけて税の限りを尽くした清太后様ですが、こうして振り返ってみると食後にお飲みになっていたバラの香りのジャスミン茶ばかりがよみがえってまいります。26歳で未亡人となり、あまりに強大な権力を手に入れた清太后様、欲しいままに莫大な金を費やした挙句、
血のつながった甥である皇帝に謀反を起こされることになるのでございます。激動の生涯で心休まったのは一杯のお茶を飲んでいる時だけだったのかもしれません。かつて宮廷に極上のお茶を献上するためにはるばると運ばれたお茶の葉、そのお茶の道をたどっていくと雲南省へとたどり着きます。ラオス国境にほど近いシーサンパンナ、実はここが中国から全世界へと広がったお茶の原点。今もハニ族といわれる山岳民族が昔ながらの方法でお茶を栽培して暮らしています。北京から2500キロ離れたこの地でも憩いのひとときにお茶は欠かせません。ここに一本の木がございます。樹齢800年、現存する最古の栽培茶樹、その名を茶樹王。シーサンパンナの深い渓谷で歴史の流れを見守ってきました。時の権力者に捧げられるため、遥か雲南省から何人もの運搬人の汗を吸い、何十日もかかって運ばれたお茶の葉、いつしかその独特の風味は部族を超え国を超え全世界の人々に愛されるようになりました。どうやらお茶の贅沢ばかりは身分に関係なく誰もが存分に楽しめるものなのかもしれません。一杯のお茶に始まり一杯のお茶に終わる贅沢の大冒険。贅を尽くした宮廷料理を味わい、心象を潰すほどのめり込んだ茶道楽の果てにたどり着いたのは何気ない街角の風景でございました。一杯のお茶を飲むとき、人はのんびりしたいい顔になるのでございますね。このひととき、どんな贅沢に勝るとも劣りません。たった一度だけ、はい、この世で一番の贅沢をさせてあげるって言ったら何をしますかね。そうですね、全車両に食堂車ができている新幹線に乗ってみたいですね。もう中華だイタリアンだフランス料理だ和食だと何でもあるやつ、いいでしょ。なるほど、面白いねそれもね。安助さんは？そうだね、僕だったらね、世界中の美女と世界中のコックを連れて、はい、チャーター機に乗って、それで南の島へ行って、贅沢期間もそろそろ終わりでございます。私もお茶をいただこうと存じます。いかがです、あなたも一杯。台湾そして中国と贅沢を極めた4人はさらなる道楽を求めて冒険の旅へと出かけました。好旅程再来，いつの日君また帰る。来週のワーズワースの冒険は夢へ誘う道系の町青山、その裏道には思い出と不思議が満ち溢れていました。私恵比寿義和がそこで見つけたものは、これが青山か。